ソースをとろっとさせてくださいね。じゃあ、ラレーザスリュウジです。今回ですね、まあ冬じゃないですか。なので、まあちょっとあったかい煮込みをやろうと思いましてね。今回はね、洋の煮込みでございます。名付けて、鶏肉のチダチーズ煮でございます。ミルク煮とかもね、あるんですけども、これね、最高に美味しいのがこのチダチーズ煮なんですよ。これがね、めちゃくちゃ簡単にできるし、めちゃくちゃ美味しい。しかもですね、パンとご飯とも合うと思います。これパンにもご飯にも合う超万能選手。この冬これを覚えておけばもう安心安全ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まずね、チキン1枚、 300g から 350g ぐらいのものです。はい。あとお野菜群と、しめじ、まあしめじじゃなくてもいい、あのマッシュルームでもいいですし、あのエリンギとかそういったものでも構いません。舞茸とかね、でも構いません。で、玉ねぎ1/4、そして調味料バターで、あとチーズ煮なので、チーズ、これね、チーズね、あのこれがいいです。あのクラフトのチェダーチーズ、はい、チェダーチーズ結構今売ってるとこ多いんで、こういうのを使ってください。あのすごくね、これ美味しいので、ちょっとコクがあるんです。こういうオレンジ色のものなので、レッドチェダーっていうのがあれば、で、ミルク、あとは調味料は概要欄に書いておりますので、そちらチェックしてみてください。はい。で、今回はですね、冬のあったか煮込み料理なんで、煮込み料理を作る上で何が重要か、どのようにして食材が煮込まれているのか、そういうことを理解するために自分自身を煮込んでいきます。おお、あー美味しかった。今日はタンカレー飲んじゃおうかな。結構ジン好きなんですね。ということで、自らを煮込んでいきます。酒で、うまっ、うまっ。ということで、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、お野菜、玉ねぎですね。玉ねぎは甘みとコク加えてくれますんで、僕ね、いつもこうやって切ってるんですけども、煮込みの場合はね、こんな感じで切ってください。あの繊維断ち切るように。そうするとね、結構ね、柔らかく煮えますんです。これね、繊維を垂直に切ることによって火の通りが早くなるっていうものでございます。最近ね、煮込みはこっちになってます。あの太めに切って具みたいに食べたいっていう方は、繊維と平行にちょっと厚めで切った方がいいと思います。はい。で、しめじなんですけども、ここだけファスッと切ります。はい。もうお野菜はこんだけ。あれではお野菜とお肉あんまり一緒に置いてはいけないっていう風に言われてるんですけども、これをあの避けるためにバット用意するのもめんどくさいんで、この料理に至っては全部煮込んでしまうので、加熱処理されますんで大丈夫です。お店とかだったらね、あれなんですけど、これ家庭料理なんで、たまにね、お店と一緒にやれみたいな方いらっしゃるんですけども、お店と家庭は全然違うので勘違いしないでくださいね。鶏肉を切っていきます。まあこんな感じですかね。で、鶏肉煮込みなんで、まあこんな感じで少しね、いつもより細かめに切ります。はい、こんな感じで塩コショウ。まあ僕はね、いつも味塩コショウ使ってますから、はい、味塩コショウと普通の塩コショウを使うと何が違うのって言ったら、味塩コショウは味の素がちょっと入ってるっていう感じですね。だから普通の塩コショウでも全然平気なんですけど、まあちょっと旨味がつくってことですね。だから味塩コショウって焼くだけで美味しいんですよ。今回ね、鶏肉って切るときに下処理する方もいらっしゃるんですが、今回はあの焼いてから煮込んでしまいますので、筋とかも柔らかくなりますので、つけといて大丈夫と思います。もし気になる方は切って、あの取ってくださいね。僕は鶏肉筋とかコリコリしたのすごい好きなんで、つけとくはずです。ということで、もう材料切り終わりました。煮込みの時間に行きたいと思います。すいません、薄力粉をまぶすの忘れてました。大さじ1杯ね、大さじ1杯の薄力粉でございます。あ、これね、まぶしてくださいね。これがね、割とルーの代わりになったりしますんで、これを、この小麦粉をチキンにまぶしておいてください。はい。で、そうすると、鶏肉はパリッとなりますし、鶏肉の中の水分もね、小麦粉でコーティングされて、あんまりね、外に出なくなります。これ煮込みの時に結構使えるテクニックです。はい、はい、じゃあ煮込み、はい、じゃあやっていってます。まずフライパン、バターバターっと入れます。で、溶かしていきますね。はい。で、ここに、鶏肉がありますんで、
皮目を下にしてください。皮目がパリッと焼けるとすごくね香ばしいですし、皮目がブヨッとして苦手だなっていう方も美味しくいただけますので、これはね僕はどの鶏肉でも結構やってますね。これね、皮目を下にして、一旦焼いていく。でこれに、焼き目をつけていくと、あこんな感じでね、焼き目を、つけていくことによって、香ばしさとをプラスして、この皮からねブヨブヨっとした皮から、この油を出していきます。そうすると煮込んだ鶏肉を食べた時も皮のブヨっとさが、なかなか感じられなくなりますので、皮目のブヨっとさが嫌いな方はこの工程をしていただいた方がいいと思います。はい、ですね、いいよいいよ。で裏返したら今度ねちょっとね開けて、でここに玉ねぎね、はい、玉ねぎを入れて炒めていきます。はい、はい、いいですね、いい感じです、はい、でここで、玉ねぎが透き通るまで炒めていきます。はい、で玉ねぎが透き通ってきましたね。そうしましたら今度このしめじさん入れていきます。火加減はこの感じで中火で大丈夫です。ちょっとさっきまで強めの中火でやってました。はい、でこのねきのこにもちょっとバターを吸わせてね、バターと鶏の油も出てますんで吸わせてください。これ、はい、ちょっとちっちゃい鍋でやりにくいなっていう方は大きい鍋でやっていただいても構いません。鶏から出たこれ、ね、バターと一緒に炒めると鶏の油も出てくるんですよ。でこの油、鶏の油もこのきのこに吸わせるとですね、きのこがプリプリになりますんで味も出ますし、はい、で、全体がツヤってきましたね。こうやってツヤってくるんですよ。でここでコンソメ小さじ1よりちょっと山盛りぐらいな感じですね。小さじ1よりちょっと山盛り、小さじ1強ですね、入れていただいて、ここに牛乳ね、ミルク、アーミルク入れます。でこの状態で一度沸かしてください。牛乳入れたらね温度が下がってますんで一回沸かす。あ、もううまそうだ、最高です。はい、じゃあですね、ここで入れていきます。ずつずつ入れていきましたね。そしたらチェダーチーズです。これね、もしねチェダーチーズなかったら普通のナチュラルチーズでも構いません、なんですけどもチェダーチーズの方がこの煮込みには合ってますね。はい、でなければね普通のピザ用のチーズとかでいいですよ。はい、まあ、お好きなチーズで全然できるんですけどね。でこれでチーズと一緒に煮込んでいく。そうするとねこのチーズがねこのね溶け込む溶け込む、いいですね、とろみがついてきます。これで、はい、こんな感じですね。でチーズが結構ねチーズ残ってるの、これこうやって、だからちょっとねこのまま煮ていきます。そうするとねチェダーチーズを使うとこうやってね鮮やかなまあ、ちょっとオレンジ色の感じになってくるんですね。これがいいんですよ。でまあ5分ほどねこの状態で、煮込んでいきますので、多分今3分ぐらい煮込んだんで、あと2分ほど、はい、これねだからね煮込みがそんなにいらないのでスピードメニューでもあるんですね。蓋しないでいいですからね、これね水分が飛ぶことによってちょっとこうまろやかになってきます。で、この黒胡椒をね振ってください。でちょっとあと数分煮ていきます。もうぼちぼちいいかな。はい、だいたいね、チーズ溶かし入れて5分から6分ぐらい、これだけです。これだけで最高に美味しいチーズの煮込みになっちゃうんですよ。でもしもっと濃厚なのがいいなっていう方はもっと煮詰めれば味濃くなりますので、なんかがっつりいきたいなっていう時はもうちょっと煮詰めてソースをとろっとさせてくださいね。じゃあちょっとお皿持ってきますからね。これすごいこのままで可愛いから、なんかこういうのに置いてこのまま取り分けて食べます。ということで、こちらでチェダーチーズ煮込み完成でございます。はい、それでは最高のチーズの煮込みをいただきたいと思います。あ、ちょっと待って、これは白でしょ。いただきます。
それではいただきます。うわうわ、やばマリアージュやばこれやばいな。うんまバターを吸ったキノコもプリプリでチキンからすっごくいい出汁が出てて柔らかい。チーズの旨味がもうトーストに溶け込んでてめちゃくちゃこれうなりますよ。このままでもめっちゃ美味しいんですよ。チーズに肉うまっ。タバスコの酸味と辛みが入るとより一層食べやすくこれスルスルいく。そしてこのマリアージュやばいということでいただきます。いただきます。召し上がってください。マジでやばいです。チェダーチーズがねやばいんだと思ってます。いやこれマジでこれあるだけで特別な日になりますっていうぐらい。そう、あのクリスマスでもいいと思う。確かにマジでもう時期近いからね。これ公開するときはあのクリスマスの1週間か2週間前だと思うからこれやってほしい。これやばいですね。しかもこんな簡単なんだよ。すぐできたじゃん。いやこれ大人も子供も絶対好き。大人も子供も好きだね、うん、最高に美味しい。マジでやばいです。ちょっとやばすぎてやばいしか言えないです本当にやばいです。これみんな好きだよね絶対。間違いない。大人も子供も絶対好きだよ。最高でした。ありがとうございます。ということで今回の鶏肉のチェダーチーズにこれ、ね、本当にもうクリスマスなんかある方もない方もクリスマス以外でもめちゃめちゃ使える冬のあったかレシピになりますのでぜひ皆さん作ってみてください。